日本数学会次の講演者は名古屋大学の榎本さんでタイトルは完全研のジョルダン・ヘルダー性とグロタンディークモノイドについてですではよろしくお願いしますはいご紹介いただきありがとうございます名古屋大学榎本の名古屋大学多元数理理2の榎本と申します今回は完全研のジョルダン・ヘルダー性とグロタンディークモノイドについて お話をさせていただきます。よろしくお願いします。今回のアウトラインは次のようになっています。まず、イントロダクションで、すま,せんまず、イントロダクションで、えーっと、この研究のモチベーションについて説明して、次に、えー、っと完全権について、ジョルダン・ヘルダー性を定義します。そして、グロタンディークモノイドと呼ばれる、 完全形の普遍量を導入して、初結果を述べて、最後に応用について簡単に話させていただきます。まず、イントロですが、ジョルダン・ヘルダーの定理というからには、普通のジョルダン・ヘルダー性というからには、普通の場合のジョルダン・ヘルダーの定理についてまず復習します。ジョルダン・ヘルダーの定理は、感情の加群についての定理で、ラムダを一般の非可換観、X をラムダ加群とします。この時に、X の組成列という概念があります。 これはこのような X のラムダ部分下群の列であって割っていったものが単純下群になっているようなものです。つまりこれは X という下群を単純下群から積み上げる、そのような、えっと、列なのですが、ジョルダン・ヘルダーの定理というのはこの X の素性列のある種の一位性ということを言っていて、X のすべての素性列は同値であるという主張です。ここで素性列が同値であるというのは2つの素性列の、えっと、長さ、 上でいう N が蘇生列の取り方によらず一定であってしかも割ったところに出てくる単純化群いわゆる蘇生因子が並び替え出てくる順番を除いて全て同型になっているというものです。これはつまり、化群 X を、えー、と作るときの必要となる材料となる単純化群単純化群から作るときのその必要材料は X のみによって決まるということを言っています。で次に これを多元間の表現論において出てくる完全権について考えてみます。これが私,私は多元間の表現論を専攻しているので、えー、っと以下そのような設定のもとで簡単のため考えます。設定として、K を対、ラムダを有限次元形態数、モッドラムダで有限次元ラムダ角度なス件を指すことにします。この時、これは正確な定義ではないんですが、E というカテゴリーが完全権であるというのを、 E というのがこの下群圏の部分圏になっていて、えー、っと、拡大で閉じた部分圏になっている。そういうときに完全圏と呼ぶことにします。ここで拡大で閉じているというのは、ラムダ下群の単幹前列があったときに、えー、っと、左と右が E に入っているなら、真ん中も E に入っている。そういうときを言います。で、えー、っと、このようなか、えー、っと拡大で閉じた部分圏多元間の表現論においては、この元ラムダの良い部分圏を考えることが多くあるんですが、ほとんどの えと部分権は拡大で閉じていて、そういう意味で完全権の構造を持っています。で、今回の講演の狙いというのは、ジョルダン・ヘルダー性を完全権において考えたらどのようになるかということです。また、その判定条件ですね。で、そのためにジョルダン・ヘルダー性を、えー、と定義するために、えーと、このようなものが重要になります。つまり、アドミシブルな部分下群という概念です。 これは普通の加群兼においての部分加群の適切な類似であって、E という完全兼の対象 X に対して、A というラムダ部分加群がアドミッシブルな部分加群であるということを、A が E に入っていて、割ったのも E に入っているときを考えます。なんでこういうのが重要だかというと、こういうのがあると、AX、X over A0 というすべ、えっと、ての項が E からなるような単完前列ができるからです。 まあ、完全件においては単完全列が重要なので、これは完全件において非常に自然な、まあえっとえっと、非常に自然な部分対象の概念であるということが分かります。で、部分下群の代わりにこのアドミシブルな部分下群ということを,、えっと、を使うことにすると、普通の場合と同じように単純加群や蘇生列、またジョルダン・ヘルダーの定理のステートメントというのが意味を持ちます。すなわち、 E を完全検、その対象 X に対して単純対象であるということを、えー、とアドミッシブルな部分下群が0か X のみのとき、また、X の蘇生列というものを普通の蘇生列と同じように、アドミッシブルな部分下群の列であって割っていったものが、えー、と上の意味でのシンプルな時を、えー、ときを E の中での蘇生列ということにします。 また、E がジョルダン・ヘルダー性を満たす、ジョルダン・ヘルダープロパティを満たすということを、すべての X について、どんな X の蘇生列も、上の意味での蘇生列も同値であるということを言います。ここで蘇生列の同値性は、一番最初の古典的なジョルダン・ヘルダーの定理と同じように定義します。 でこのようにジョルダンヘルダー性が完全権において定義されたわけですがいろいろ例を計算してみるとジョルダンヘルダー性が成り立つような例もあるし成り立たないような例もいっぱい自然に出てきます。でそのようなジョルダンヘルダー性の特徴づけをえが得られないかというふうに話が進んでいくわけですがそのために導入した導入する普遍量が完全権のグルタンリークモノイドと呼ばれるものです。 まず完全権のグロタンディークモノイドというのは、えっと、グロタンディーク群という、えっと、由緒正しき昔からある普遍量のモノイドバージョンなので、まず完全権のグロタンディーク群について復習します。えっと、完全権 E について、そのグロタンディーク群というのは、えっと、普遍性で定義されるアーベル群であります。つまり、あるアーベル群、よく K0E と書かれるアーベル群と E の対象について K0E の源を割り当てる、このような写像。 であって、この写像が、えっと、アディティブファンクションであって、えっと、アーベル群へのアディティブファンクションの中でユニバーサルなもの、そういうものです。ここでこの割り当てがアディティブっていうのは、こういう E の中での単幹前列があったら、えっと、真ん中イコール左たずみが成り立つ。こういうアーベル群へのファンクションのことをアディティブファンクションと言います。で、完全形のグロタンディークモノイドは、えっと、ここに出てくるグループをすべて 果敢モノイドに書いただけです。すなわち、完全圏のグロタンディークモノイドというのは、果敢なモノイド ME であって、各 E の対象ごとに ME の弦、えーえーえー、が一つ定まっている。このような割り当てがあって、この割り当てがアディティブであって、モノイドへのアディティブファンクションの中でユニバーサルなもの。 ここで言うアディティビティはさっきの単管前列についてのものとゼロがゼロに行くっていうことも言いますが、えっと、ユニバーサリティはより厳密に言えば、任意のこのような可感モノイドへのアディティブファンクションはユニークにこの ME というプロタンディックモノイドを経由する。まあ、そういう通常の、えっと、ユニバーサルマッピングプロパティで定義します。で、普遍性で定義されているんですが、まあ、エッセンシャリースモールなくらいなら存在することが、まあ、エクスプリシットに構成をすることで確かめられます。 でこれでも主結果を述べる、えー、っと準備はできていて、主結果は次のようになります。主結果は E がジョルダン・ヘルダー性を満たすことと、クロタンディークモノイドが自由モノイドであることが同時で、果敢な意味での果敢自由モノイドであることが同時です。ここで自由モノイドっていうのはいろんな特徴づけがあるんですが、えー、っと自然数からなる、えー、っと0以上の皮膚整数からなるモノイドの直話だと思ってもらえば大丈夫です。 でこれは両者ともなんか何らかの意味である対象をえっと最小単位に分解したときの分解の一位性みたいなものを言っているので、まあ、非常に自然な定理なわけなので、えっと、これが今まで発見されていなかったことが若干驚きなんですが、まあ、非常に自然な定理です。がいられました。また、えっと、これのコロラリーとして、えっと、モノイドがいつフリーになるかということをえっとグロタンディーク群とかのレベルでいろいろ考えることで次の結果を得ました。つまり 良い部分圏、e、完全圏、E に対しては、ジョルダン・ヘルダー性はこの2つの等式で特徴づけられます。1つの等式で特徴づけられます。この等式という左辺は E の中のさっき定義した単純対象の個数。右側というのは E の中での直規約遮影対象の個数。完全権では遮影的というのが意味を持ちますので、こっちも意味を持ちます。で、えー、とこのような えっと、等式で特徴付けられるつまり、まあ、良い、ほとんど多元化の表現論で出てくるほとんどの完全菌は良い完全菌なんですが、それにおいては、単純対象の個数を数えて、直規射遮影対象の個数を数えて、その個数を比べればいい、まあ、ただの数の比較をすればいいということが、えっと、分かりました。これが一番実用上使える判定法だと思っています。 で例えば、えっと、有限次元台数の加分圏では、えっと、多分セミパーフェクトリングぐらいでは、シンプルとプロジェクティブが、え直訳プロジェクティブが一対一対応するということを多元間の表現の人はの勉強で、えっと、よく最初の方に出てきます、まあ。それと同じような等式が成り立つことがジロルダン・ヘルダー性と実は同値であるというのが、まあ、結果になっております。最後にこの結果の応用をいくつか述べて講演を終わらせていただきます。 実際の講演時間は10分だったんですが、今はちょっといろいろ話しているので多分オーバーします。ごめんなさい。応用ですがあんまり詳しいことは述べずに、えっと、トーションフリークラスへの応用を述べます。ここで、トーションフリークラスというのは今日の意味での完全権のさらに良いものであって、い、e、いという部分権がトーションフリークラスであるということを、この家群圏の中で拡大で閉じていて、部分花群を取る操作でも閉じているときを言います。 これを用いて、これと先ほどの個数を数える判定法を用いて、例えば次のような結果が得られました。すなわち、中山アルジェブラと呼ばれる、えっと、昔からよく知られている多元間の表現論で、よく、えっと、エクスプレシッに分かっている多元間このようなアルジェブラに対しては、すべてのトーションフリークラスはジルダン・ヘルダー性を満たすということが示せました。 証明は具体的にさっきのシンプルとプロジェクティブの一対一対応を作るという感じで行われます。また、これも詳しくは述べている時間はないんですが、クイバー Q に対して、えっと、その表現、クイバーの表現のカテゴリーでのトーションフリークラスというのは、も、えっともとはインガル・ストマスやったり、まあ、アダチ・ヤマライテントマス、まあ、アミオ・ヤマライテントマス、まあ、いろんな人たちがいろいろ分類していて、えっと、非常に組み合わせ論的な分類がなされています。 で特に Q が一直線の、えー、と A 型のクイバーに適当に向きをつけたもの、えー、A 型の d i n k 図形に向きをつけたものの場合、えー、っとその表現形の中のトーションフリークラスというのは、対象群の中のある良い弦、c s o ー t a タブルと呼ばれる良い弦と一体し対応するということが知られています。つまり、対象群の弦によってパラメトライズされるトーションフリークラスの えっと、トーションフリークラスは対象群の弦によってパラメトライズされるんですが A 型の場合、えっと、その対象群の弦の言葉を使って、えっと、単純対象の個数を数える組み合わせ論的な公式を、えっと、見つけることができましたなので、えっと、また、えっと、プロジェクティブの個数も組み合わせ論的に分かるということが分かっているのでこれによって A 型のクイバーのトーションフリークラスの場合には、えっと、シン・ジョルダン・ヘルダー性の 完全に準組み合わせ論的な特徴付けが得られたことになります、まあ、ここでちょ、えっと、詳しくは述べませんが、対象群のブリアオーダーがなんか出てくるみたいなことが分かってきました。また最後にですが、えっと、これは実際に座長から質問されたんですが、A 型の場合以外、B 型、E 型とかの場合でも同じような、えっと、主張が成り立つということが、まあ、ワイル群とかルート系の言葉を使って同じような類似の主張が成り立つということが最近示したので、 えっと、今は論文の執筆ルーム、えっと、準備中です。アーカイブに置いてるバージョンでは、えっと、映画との場合のみ書いてあります。と、以上で講演を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。じゃあまた、どこかで。